奇跡ですよこれ。全部要するですからねこれ。憲法記念日ということで、憲法と中村哲さん、それをですね、地下に文和がと私が真面目に論じると、はいはい、そうですいうことで、西谷さん、はい、どうぞ。はい、わかりました。実は僕2009年から毎年1回か2回アフガニスタン行ってたんですよ、はい、で2010年にジャララバードっていうね、はい、アフガニスタンの一番東側に行ってね、はい、でそこで撮影、まあいろいろ写真撮ってたら、サンキュージャパンって書いてあるわけですよ。で、日本ありがとうって書いてあるから、はいはい、で、そこでこう川が流れてるので、で、その写真撮ってたら、地元のおっちゃんが、お前日本人かって言うから、あ、そうです、言うたら、お前に合わせた奴がいる言うて、ちょっとついてこい言うて、で、スタスタと歩いて行ったら、中村さんの事務所やったの。で、そこに中村さんおられたんです。おられた。2010年1月です。だから今から14年前か。はい。で、ちょっとその時の模様を、ちょっと、はい、撮ってますので、はい。中村さんね、朝8時頃やったかな。よう来たねって出てきて、うわ、本物がいはる思って、こうで歩く日本国憲法。歩く日本国憲法、本物がいはる思って、その後、中村さんは用水路の取材をね、させてくれたんで、ちょっと、見てください。中村さんと出会いました。偶然です。はい。マルワリード用水路って言うんですね。あれ、用水路の名前ね。全部砂漠だったんですね。あ、もともとその砂漠の土地だったんです。はい、それを中村さんたちが、この用水路を引くことによってこの木なんかも生えてきたわけですね。亡くなるまでをシーワ群って言うんですね、はい、シーワ群の末端になりますが、はあ、ここももう時間の問題で全部畑になるんです。あ、もう畑になっていくんでしょうか、これから。シーワ群が3500ヘクタールなんで、砂漠地帯、砂漠やったんですね。みんなそれで難民化しとんで、はいはい、砂漠化に、砂漠化してね、戦争難民だろうってきり思ってるんですよ、はいはい、でニュースつなぎ合わせていくとついそういうイメージになるんですよ、はいはいはい、実際帰ってきた人の話聞いたら、やっぱり砂漠化で住めなくなって、そして職を求めてパキスタンに行って働いた。始めたのは2003年の3月です。あ、2003年の、そうですか。アメリカがイラクを攻撃する1日前、はい、これ2003年から中村さんたちがこれを作られて、ここまで 23.数 キロ。そうですか。ここはガンベリー砂漠って言うんですか。ガンベリー砂漠って言うんですか。ガンベリー砂漠って言うんですか。で、約1000ヘクタールなんですね。ああ、そうですか。この地域に手作業でやってるんですね。この労働者たちは中村さんたちが雇われてる。600人働いてる。600人、ああ、そうですか。で、ここも全部開拓される。あ、ここが畑になるわけですね。はい、ということで中村さんの出会いからすぐにこのマルワリード用水路ってね、あの用水路連れて行ってくれはって、で、まあ今ちょっとね見ていただいたら、これ全部砂漠でしょ、この時点で、だから2010年の1月ですから、用水路作り出して7年目ですね。はい。で、ようやく貫通すると。で、この左側に用水路流れてきて、これ今やってるのは、用水路から水を引き込む用水路ですね。はい。だからあっちが、だからこの用水路の向こう側はみんな緑になると。まあそういうところで、手掘りでやってるでしょ。はい。あれはもう中村さんの考え方は素晴らしくて、その、地元の人が修理できるようにね。ああ。だからコンクリートで やらないわけですよ。コンクリートでやると壊れた時に修理できないので、だから石と土だけで。で、中村さんは給料払ってますから、彼らは給料で生活できるのと、で、これができれば農民になりますから。そうそうそう。だからすごいいいことですよね。だから戦場から帰ってきて、はい。ね、まさに兵隊とかやってた人が、そうです。農民になるんだよね。まあ、パキスタンに逃げてた人とかが帰ってきて。そう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 。はい。で、これなんで、干ばつになるかって、これ地球温暖化ですね。うん。アフガニスタンの真ん中に、ヒンズークシュ山脈、はい、5000メートルから7000メートル。で、今までは、冬の間に雪が降って雪が積もってたと。で、春先に雪解け水が流れてきて、麓の農民たちが耕してたんですけど、
冬の間の雪がもう雨で流れてしまってるから、だから麓に春先の雪解け水が不足して、井戸がどん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 井戸水が下がって、で中村さんは2003年の3月に井戸ではあかんと、だから用水路を作ろうって決意するわけですね。でその作り方もね、はい、あの山田関を使える、そうですそうです、ね、はいはい、蛇かご、はい、蛇のかごとかね、後で見てもらいます、その山田関も含めて、はいはいはい、次行きましょうか、これどうぞどうぞ、はい、これがね、だからまず出会いのその600人雇っているということでしたが、はい、その後どんなふうなこと、あのまあ作業されてたかというと、まあこれですけど、はい、ちょっと行きましょう、はい。村が回復すればその村の人が村ごと帰ってきたりとか、だからこの地域は、治安がいいですよ。あ、そうです。おっしゃってるのこれが命の水ですよね。この水がない、この水で何十万人という人が、まあ、このカナール沿いで生計立ててる人がですね、最低15万人です。これ沿いで。結論から言うとここはレモン畑になったんですよね。いろいろ研究して土地に合うものを。雨が降った時に、ああこちらがつぶ、あの溢れないように。こんなやつだけで、はい、十数箇所あるんですね。あ、今このような施設が。だから沈殺と言いますね。はあ、ははあ。砂を落として。ここで。もうこの用水路当てにして住み着いてきたんでしょうか。そうですね。ああ、この人たちは、ま、戻ってきて。逃げて、予想はひ、干ばつはひどいんですよ。はあ、ははあ。で、まあ、こっちを逃れてきた。逃れてきたんですかね。周 1.2 キロ。この途中で日本人一人死ぬ音でした。あの伊藤さん。うん。それでみんな引き上げてね。はあ、はあははあ。さすがにあの時は日本人じゃ行く気がないと思ったね。はあ、はあはあ。伊藤さんがお亡くなりになった時はここの工事が一応。工事真っ最中だったんですよ。ああ、そうだったんですか。日本側のあの。ジャーナリズム上げてね、危ないから帰れとか、はいはい、安全性がどうのこうのとか、はい、そんなんとこの人たちに命をどげんなんか、ね、そうですよね、ここに住んでおられる、だから自分の命さえ助かりゃ人のことはどうでもいいっていうのが一般的な今の風潮じゃないですかね。まあ残念ながらそういう傾向が強くなってきましたですね。抵抗感なんかにかみんな見送ってくれてます。はい、これはですね、あのまあ用水路の、 あの周りにあの池作って、でその水をきれいにして、で洪水の時はその池がそのダムになりますので、そういうのを池作ってる時にあの伊藤和也さんってね、はい、あの2008年に殺されてしまって、はい、その時13人ほどいたらしいです、日本人スタッフが。でそれがもう外務省がもう危ないから帰れ帰れ言われて、で無理やりそのスタッフ帰らされて、で中村さんだけは外務省よう返さんかったみたいね。だから中村さん一人なんですよ、あの事件から、伊藤和也さんの事件から。でも一人でずっとやった日本人としてはね。外務省ってさ、はい、外務省の外ってあの外事になるから、そう外外ね、日本の方はもっと行きたかったと思いますよ、実は。伊藤さんの事件も貴重な、あれだ、あなた偶然行って、偶然、そうそう、はいはい、もうちょっと、ね、もうちょっと言うて言うて、いや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 なかなか取れませんで、それ取れないよ、はいはいはい、で中村さんって俺は一回対談したけども、はい、全然この、はい、圧を感じない人だよね。そうですね、あの例えばね、あのこの用水路で15万人助かりますってボソボソって言うでしょ。
僕だともうだいぶ自慢しますよ。そう、鼻うまくもめかして。もうそうそう。15万円ですよ。もう分かってますか ?15 万人って。もう数えますよ、15万人。うん。だからそういう意味ではね、ボソ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 喋ってね。そう。よう、タバコ吸うんですわ。ああ。もう、ひっきりなしに吸うてはりましたね。はい。お酒は嫌いやったみたいですけど。はい。あ、そう。はい。だから、まあ、あれでしょうね。その、夜はクラシック聴いてはって。はい。まあ、天然記念物って言葉あるけど、天然記念人だよね。はいはい、そうやね。人。僕らには絶対できませんな。酒もなしにクラシック聴いて夜。どっちかというと私に近い。あ、いやいやいや、手ね。手震えますね。ビールどこや言うて。まあ、イスラムの国ですからね。はいはい。はい、まあまあ、だから中村さんはそうやって、その伊藤和也さんが亡くなっても一人でずっと延々と作り続けて、あれすごいでしょ、手振ってくれるんですよ。道行く、そこの農民たちが。中村さんがいたら。だから、命を守るってことが、つまり平和なんだよな。はい、それ、はい、それでなんか軍隊どうのこうのって、うん、軍隊から帰ってきてっていうのは、ものすごく中村哲という希望。そう、そうです。日本国憲法を実行した男っていうさ。岸田文雄さんが通ったらみんな石飛んできますけどね。中村さん通ったらみんなもう大歓迎。岸田恥だから行かせたくない。そうです。行けない行けない。行けない。な次行ってよろしか。はい。はい。次がですね、その後でですね。これが、はい、手掛けてる学校、マドラスですよ。学校も作ろう。うん、マスクがもうすぐ。あ、そうなんですか。3週間後に観光で。あ、3週間後に。モスクと学校が、うん、こちら これですね学校ね、これは、はい、あ、これは何をしてはるんですか、うん、これ何したんですか、移動、あ、手彫りで移動、はいはい、あ、来ましたよね、はいはい、やっぱり水がない、水がないと、この水も用水路から引いてきてる。あ、中村さん、その設計というのはどっかで勉強されてたんですか。いや、特にないですね。自分は日中大工が好きで、あ、それでそれでここを設計されて。アットスさんは、さっき西石川さん誰なら。はい、それから 貧しい家庭の子は普通学校にも通えない、通えない、そういう人がここで学べるんですね。え、授業料は もちろん授業料はフリーで行かせたいけど行かせられない、暇とお金がない、はあ、あるいはもうストリートチルデンみたいなのが増えてね、両親空爆でなくして、はいはい、そういう人のためにこれがあるわけですね。すごく嬉しそうですね。いやいや、これはあれですか、用水路が来たからこの町ができてるんです。そうです。あ、これは前からあったわけじゃないんですね。小さいのありこんな大きくなかったんですね。変な戦するよりね、水で風呂をしてやったほうがいい。そうですね。これ見てください、みんな顔面化してたんですよ。これがなんか平和貢献、一番遠回りのようで一番近道のような気がしますね。はい、すごいですね。あれ緑になってもう畑になって、もう小麦とかね、お米とか植わってね、でなんと農業で、まあ、後で言いますよ、チーズになって名産品、牛飼えるから、あ、道の駅みたいなのができてチーズ売ってるんですよ。あ、そう、はい、だからそういう意味では本当に人々が農業で生活できるから争わなくなって、ここは安全なんです。ボジャラルバードの街中は、民族衣装で、着ないかんけど、ここは普通の衣装で、普通に、撮影できました。中村さんの要するの地域は。みんな戦わないから。はい。そっちはない、ダメなの、ジャラルバードの中はね、やっぱりみんな貧しいから、やっぱり、僕がカメラ回してると、やっぱりまあ、パキスタンタリバンとか、アフガニスタンタリバンが、まあ、狙ったりとか、まあ、普通は狙いませんけどね。まあ、でも、まあ、治安は悪いと言われている。まあ、だから貧しいから、ちょっと機材を盗まれたりとか、iPhone 取られたりとか、まあ、そういうのはありますね。はい。なるほど。ということで、これはもう、九条の精神で平和にしたという、この一番なんかね、わかりやすい例の一つですよね。
な次ですね、はい、その山田関、これがね難工事やったんですよ。それ要は暴れ川ですからね、あの暴れ川に堰を作るっていうのがね、やっぱ中村さんは何回も失敗。そうそう、江戸時代からね、斜めに行ってるね、川にね。お喧嘩ですか。お喧嘩ですか。お元気ですか。どうぞ分かりました。言ってた。どうぞ分かりました。どうぞ。はい、ということでですね、この工事がね難工事で何回か失敗されるんですけど、うん、見事にねその山田関ヒントで作られたということでね、この鎌というのはねどういうことかというと、クナール川流れてるでしょ、で丸割戸用水路はそのクナール川の右岸なんですよ、で左岸の鎌の人たちが中村さんにお願いに行って、うちもやってくれ言われて、それで中村さんは今度は左岸も作られて、で合計東京ドーム、3000個分以上かな。で、6000、だから65万人の命助けてるんですね。だからすごいなと思うんですけど、ちょっとね、その後に、私、中村さんが殺されたので、行きました、また。はい、で、その昔と今の、比較をしたいと思いますので、ちょっと見てもらえばなと思うんですけど、さっきの用水路のとこですね。中村さんがここから、ここをジャブジャブと行って、で、ジャブジャブと通り過ぎられて、山のところで日立の重機を動かしていたとこですね。何もなかったのが、で、この用水路を掘っていたと。全く何もなかったんです。全く何もなくて、砂漠やったんですよ、ここ。ところが、どうですか、これ。両サイドも森になってますよ。で、子供たちがちゃんと帰ってきて、というか生まれて、その時生まれてないね、この子ら。生まれてきた子供たちが、中村さんがいなければおそらくこの子らは生まれてませんね。人々戻ってないからね。この水路を、手掘りしてたんですよ。あの時、スコップでね。で、この水路が出来上がって、この木があって家ができてるという。これはおそらく水を運んでるんですね。水のない地域。はい。これがね、2020年ですから、はい、10年後に行ってこうなってたんですね。で、2021年もう一回行ったんですよ。はい、11年後に、タリバンになってから行ったんですよ、はい、タリバン政権になってからやっぱりなかなか行ってみるっていうのは大事なことやなと思ったんで、タリバンでどうなったかっていうのね、はい、で2021年ですこれ、はい、はい、あ、セレブレーション、ワンイヤーセレブレーション、ワンイヤーセレブレーション、ワンイヤーセレブレーション、オーケー、ビコーズオブでノージョブ、ノーマニー、ノーマニー、ノー、We go to the Kama side. Ah, this is 用水路やな。This is a canal. 中村 canal. 中村さんの用水路が、ここにも見えた。So good. Take care, take care, take care. Oh! 大人いいな、こいつらほんまに。間違いないわ。Same place is this. ああ、カナインテイク。Yes, カナインテイク。ここから車で来てですね、この道を車で来て、で、中村さんがここでスタスタと歩いていかれたら、
この周りの、首長さん、町長さんなんかがいっぱい中村さんに会いに来てて、握手して、で、嬉しそうにしてたんですよね。で、人々は手作りで、このなんか席に、この、なんやろね、これ、席のこれを作っててね。で、おはようございますとか言うとったんよね。で、これが、カナインテイク。カマインテイク。で、こうなったんですね。今、席は沈んでますけど、で、あそこに労働者が、その日の仕事を終えて、ロープで船に乗って、ボートに乗って、帰っていく様子がありました。まさにこの場所です。Who make this canal?ジャパニーナ見えてきましたね。よかった、肖像画はまだ残ってるわ。タリバンになってカブールの肖像画は消されたんですよ、でもここは残ってる。ああやって羊が飼えるのもこの水のおかげ。この地域の名産がチーズになってるのがびっくりしますよね。チーズを作って売ってますよ、もう。で、見たら一目瞭然で、左側が、20年前のこの場所。で、右側が今の場所。ということになりますね。もう一目瞭然ですね。ねえ。はい。まあ、ノーベル平和賞もんやなと僕は思いますけどね。本人に、中村さんに言うたんですよ。うん、僕の通訳がもう、この人にノーベル賞平和賞あげたい言うたら、いりません言うてはりましたけどね。はい。まあでも本当にそれぐらいすごいことやったと思います。まあ、ノーベル平和賞はね、はい、佐藤栄作もらっちゃってるんだからさ。まあまあ、そうですね。ちょっとそれは。オバマも思ってます。それがね、またね、おもし、2009年にね、僕カブール行った時に、共同通信の記者が来てたんですよ。で、なんで来たんですか言うたら、中村さんほんまにノミネートされてたんですよ。ノーベル平和賞で、中村さん取ったら、取材に行く言うて、な、僕も行くわ、言ってたら、その時のノーベル平和賞はオバマやって。あ、だったら喋っただけだね、あれは。そうそうそう。で、僕の通訳はノーベル戦争賞やな、言ってましたから。そうそう。アメリカがやってましたからね。まあ、そういう意味では、本当に素晴らしいことをやられたな、と思いますね。ジャララバードに、中村スーパーマーケットってありますよ。あ、そう。うん。で、中村ベーカリーもあるし。で、中村ジュース売ってますよ。いや、だからさ、はい、憲法の平和主義っていうのが、花畑だっていうやつらにね、これちゃんと見せなきゃ、はい、そうですね。実際これ、中村さんは、憲法平和にしたんやから。そう、実践して、はい。はい。イスラエルに武器渡して、ウクライナに武器渡したらああなるんですよ。そう。で、武器取り上げて、ね、米、小麦作ったらこうなる。そう。で、山田関っていうのもね、はい、最初あれをある種近代的なやつでやろうとして失敗するんだよね。はい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 、はい、それで昔からの知恵っていうね、はい、そういうところがまたね、レールなんかもそうだけどね、はい、ガンジーか、ガンジー、はいはい、なんか糸車回して、ね、糸車回すっていうね、はい、あと面白いのは設計は日曜大工が得意やったから、そうなんかああいうのがね面白いですよね。設計ってあんなんできませんね、モスクの設計なんか。だってお医者さんでしょ、だからあれ、なんか子供の中学かな、この。数学の。そっから勉強するでしょ、ね、はい。すごいよね。ね。で、何でもやっちゃうという。うん。もうだから人生の後半は土木ですよね、もう。そうそうそう。だってね、100の診療所よりも1本の用水路が、ないとダメだというのもすごいじゃないですか。
いやだからその中村さんが例の国会に参考人で呼ばれてね、はいはい、でイラクへの自衛隊派遣というのは有害無益だと、はいはい、断言した時に自民党の議員がバーッとやじったんです、ね、すごいね、はいはい、あいつら裏金もらっててさ、そうそう安倍派の議員がね、そう裏金持ってるやつが、うん、私も国会に参考人で呼ばれた時別の問題だったけど、はい、呼ばれはったんですよね、さね、国会にね何回も呼ばれてるよね。あ、なんかそれは怒られたんですか、なんか政府の批判すんなって何で呼ばれたんですか国会には。例えば PKO ですか。いやあのね、なんだっけな、それからねここに国会、はい、そうそう、ちょうど2000年のね、はい、参議院の憲法調査会っていう、はいはいはい、参考人で呼ばれたの。かっこやないですか、参考人。あの土井たか子さんから頼まれたんだと思うんだ、はいはい、で土井さんも来てたけど、はい、うん、それであの改憲派が西部進む、ああ、はいはいはい、西部さんと当時まだまともじゃないですか、西部さんと私が並んで、はい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 、あの頃まだ西部さんとそう仲良くはなかった。ああ、そうですか。あ、まあでもね、呼ばれる人はまともじゃないですか。そう、うん、それでね、そう、その時に大体中村さんの話は大丈夫。あ、大丈夫です。はい。あ、もういや、またもう一個あるんですけど、ね、はい、映像は。じゃあそれやってから、ね、それだけやりましょうか。はい。ちょっとそのあのですね、ぜひこれ見てもらいたいのはね、はい、その要はあの中村さんは素晴らしいんですけど、結局アメリカがそのアフガニスタンほったらかして逃げたわけですね。はい、それでその中村さんがせっかく用水路を作って豊かにするんですけど、こんなになってるんですね今。Ah, waiting. Really? Waiting. They're waiting the food. Yes. So these are all the signs. Yes, yes. Salam alaikum. 56 years old. So, how many children do you have? So that now is nine. Okay, okay. Now the nine. And all of them will have a daughter. Daughter. Only one have a small. Oh, boy. Okay. So 11 kids, and only one is a boy. But he is. Okay. It's a problem. Yes, it's a problem. In a poor people. Only him. Only him go out and to work. They work. Yes, yes, yes. And the other is cannot work. Cannot work. I'm sorry, how many wives do you have? So this wife? One wife. One wife? Yes. What about wife? Wife is another places? He went to the clean hospital with his two children. Okay. Wife is go to the hospital yes. to look after the yes. two kids. Yes, yes. And including 11 children, two disabled? Yes. Three disabled. Three disabled. Okay. One is... eyes problem. Yes. She cannot speak, you know. Cannot speak, okay. What her name? Sumaya. Sumaya, warota na. She's named Ajira. Ajira. How old? Mashra Ruat Shilkarin Buida Adem. 20 years old. And the second one? Second one is how old? Maybe 19 years old. 19 years. Yeah. And third one is? Dream. Third one. How old? 18 years old. 18 years. 21, 19, 18. Yeah. And fourth one? Yes. Salurum. Fourth one? Da. Fourth one is? This one. How old? 17. And he is the youngest? Yeah. And you sell the children to other people? When you sell the people? When you sell the children? When the after the change of this regime? Oh, 1 year ago. Yeah, after the change. Yeah.
はい、ということでタリバンになってさらに貧しくなってしまいましたね。女性が外に出て働くことを許さないので11人兄弟で10人娘っていうのね。で一番下の4歳の子だけ男でしたから、彼が働かない限りはまた売るでしょう。でまた 実に売りましたね、実際に。でなんぼで売ったんやと娘300ドル言ってましたね。4万円ぐらいですね。誰が8歳で近所に金持ちがおるんですよ。僕はおそらく8歳の娘を買ってで14、5歳まで家のことさせてそれを妻にするんやと思います。だから妻4人まで持てますし、でそういうお金持ちは、まあ、裏で5人も6人も持ってますから、だからその要はそういうのに売るんでしょうね。でまだ娘も売るし腎臓売るんですよ。あはは、結構多いんです。子供の腎臓は元気なので高く売れる。で腎臓の場合はなんかね3000ドル言ってましたからだいたい40万ぐらいですか。だからそういう意味ではタリバンになって戦争はその大きな戦争はなくなりましたけど貧しくなりましたね。女性が働けない社会というのはダメですね。はい、それタリバンと中村さんの関係は悪くなかったです。悪くなかった、はい、悪くなかった。まあ、タリバンといってもそのアメリカが攻撃するからで戦争になるからそのアメリカを追い出すためにというその正義のタリバンが言いますけど、一方でやっぱりそのタリバンを加算に来てその要はその長老たちを従えて俺の言う通りせえという独裁者タリバンもいるんですよ。タリバンにもいろいろいるんですわ。なんかこう、仕返しするみたいなね。仕返しするみたいな。それとやっぱりこの援助金を入れたりとか、やっぱりそういうやつもいるし、で麻薬は今すごいでしょ、麻薬取引で。だいぶタリバン抑えてるんですけど、やっぱりそこでなんか儲けようとするやつがいたりとか、まあ、やっぱり一番問題はやっぱり12歳までしか女の子は学校で勉強できないとか、女性が外に行くときはブルカ被らないといけないとか、そんなことをやっぱりやってますので大変不便な世の中ですね。あ、男女差別はすごい激しいわけね。でそれはイスラム教ではないんですね。イスラム教を盾にして自分がやりたいことをやりたいだけの、あ、そういうその村のおっさんみたいなそういうやつがいるんだと思いますよ。はい、タリバンの名前を語ってね、そういうことをする、はい、でさっきのね憲法調査会、はい、そうですよ、話でね、はい、2000年ね、はい、西部さんと私がね、はい、西部さんがそのつまりこの憲法っていうのはアメリカからの、はい、押し付けだと、なんだっけ、押しいただき憲法だ、押しいただきなんか言ったんですよ、はい、しかし、はい、石橋丹山をね、はい、英語に訳して読ませたいっていうリチャード大工さんっていう人が、私今対談してるんだけど、その人が石橋丹山を読んで、はい、アメリカからの押し付けじゃなくて日本の中に民主主義っていうのはあったと、はい、いうことをね、うん、発見したと、はいはいはい、それで石橋丹山の翻訳にあれするんですけども、はい、この時に言ったのは自由民権運動を、まあ、高知が、はい、土佐が本場としてね、はい、そこの土佐の山村に展開された自由民権運動の中で民権おつたっていう有名なおばあちゃんがいたんです。ほうほうほう、民権運動、民権のおつた、おつた、はい、まあ、実在の人です。この人が、はい、この人がね、民主主義はアメリカの発明じゃないわと、はあはあ、明治の自由民権思想の中でもちゃんと言われ中と、はあ、婦人参政権じゃって明治初めの土佐郡の上町と小高坂村では、はい、婦人参政権も認められちょったと、はあはあ、それを知った政府が慌てて法律を改定してなくしてしまったんですよ。あ、そうなんですか、うん、それをここで言ったのね、はあはあはあ、私は
だからそのそういうその押し付けだからっていうふうな話、うんうんうん、だけども、憲法99条あ、はい、大臣とか、まあ、ま、守れというやつですね。そうそうそう、権力者は守れ、天皇または摂政および国務大臣、はい、国会議員、裁判官、その他の公務員は、はい、この憲法を尊重し擁護する義務を、はい、つまりこういう人間に対して国民が押し付けるのが憲法なわけですよ。はいはいはい、ね、だからそういうふうにして西米に反論してたんだけども、はい、一番ねここで最初はだって自民党が一番多いわけでしょ、参議院の憲法調査会だって。ああ、はい、もちろんだって議員が一番多いですからね。そう、でその時のね、はい、会長が村上正邦って、これは当時は私はあんまり仲良くなかったけど、高派中の高派、はいはい、中曽根の大返しみたいな人、はあはあ、でその時にどうやってこの空気を和ませるかっていうことを考えたわけですよ、私も。ああ、はいはい、この凍りついた空気を、凍りついた空気、はいはいはい、それで田中修正が、はい、自民党の新人議員になって自民党の結党30周年の事業をやると、はい、その時に綱領、うん、自民党の綱領を変えようとするわけ。あ、田中修正さんが、うん、それでつまり改憲条項を外そうとするんですよ、はい、30周年ですから85年ですか、うん、55年体制か、はい、外そうとするわけ、外そうとした、はいはい、憲法を尊重するっていう項目を入れようとするわけです、はい、はいはいはい、いいじゃないですか。で、はい、ところがその時に宮沢喜一の入れ知恵で井出一太郎という人を会長にして、はい、会長代行が渡辺道夫だったわけ、青嵐会。あ、ミッチーですか。ミッチー、はいはい、もう絶対この人を何とかしないと取らない、はいはい、それで修正がまあ絶対いろいろ言われるだろうなと思って行くわけ、ミッチーのところに。ミッチーのところにね、はいはい、そしたらミッチーがなんとこう言ったって言うんですよ。はい、なんて言いましたか。気が進まない女房を親や周りに押し付けられたと、うん、気の進まない女房いつか、はい、いつか変えよう、はい、いつか変えようと思っているうちに、はい、40年も経ってしまう、はい、ね、はい、見直してみると、うん、こんな女房でもいいところはあると第一、40年経ったら女房が強くなってますわ。40年経、まあ、まじかい、大事なってことだ、はいはいはい、40年、対価なくやってきたし、はい、いい子を作ってくれたと、子供。なるほど。で、はい、何よりも40年間に自分のも馴染んでしまったと、はい。昔変えようと思っていた気持ちをもうだんだん変わってくるって言ったんだ、うん、言われて修正びっくりしたわけ。ミッチーまともやないですか。ミッチーまとも。それで、私がそれを紹介したまま、そしたら、えっと思う空気が流れたわけ。はいはいはい。ね、だってミッチーがそう言ってねえもんね。そこに平野貞夫さん、当時敵対してた平野さんもいたらしいの。もう当時虹字が追ってるわけね、そこで。そう、それで、はい、その時にせっかくいい空気で護憲という憲法尊重の方に空気が流れようとした時に、はい、世耕というチンピラがいたわけよ、そこに。裏金世耕。裏金世耕。いたんですか。いた。それで手挙げて質問しやがって。世耕が。はい、私は先輩たちのそういう曖昧な部分を変えていこうと思ってるんですって言ったの。恐れげもなくこの野郎。何が曖昧や。お前が裏金曖昧そうじゃないか。そう、まあ、だからこの知恵とかね、はい、あいつも二世議員じゃない。そうですね。知恵とかなんとかないのね、はい、うん、あいつらには。近畿大学ではあいつを理事から外せ運動を起きてますよ。理事長でしょ。理事長、そうそう。あれ学生かわいそうだよ、聞かされて。何が立ち位置だよ、ほんまや。今でもあれ祝辞伸びようんですよ、あいつが。いや、だからこの間で、はい、でもう一つね、はい、これでこの時にね、平野さんが後からコーチのことをなんか3つも言ってもらってって言うんだけど、はい、自由民権で、民権落ちた、はい、落ちた。2番目がね、はい、何年か前に湾岸戦争の時に、うん、日本に対して日本人は金は出すけれども血は流さないという非難が高まった。ありました、 ありましたね。ありました。その時に高知のある高校生が、はい、自分の好きだったアメリカのコラムニストのボブ・グリーンに手紙書いたんですよ、はいはい、あ、そうなんですか、ね、へ
はい、もちろん英語で。英語で、さっきなんか誰かが高校生が。なんかあの、はい、流暢な英語をはい、操ってたね。はいはいはい。あれ、もしかして西谷文和？いや、あの、関西弁の英語ですからね。あれですわ。誰ですよね。それでね、はい、まあ、それはちょっと置いて、はい、それ手紙書いた。はい。あのね、日本には憲法9条があるから、軍隊を出さないんだっていう意味の手紙を書いた。はいはい、高校生が。うん、はい。それを読んだボブ・グリーンが、はい、そのことをコラムに書いた。おこれ人気コラムニストだから、全米でそれが配信された。はい、あ、いやないですか。で、それを読んだアメリカ人たちから、はい、その高校生のところに、かなり多くの手紙が寄せられたっていう。はいはい。ね、はい。そこには、幾度音にね、知らなかった、はい。日本にそういう9条があることは知らなかった。うんうんうん、アメリカにも9条が欲しいって。輸出したいほどのものを、なんで日本が捨てるのか。そうそう。ね。僕ね、タリバンにインタビューしたことあるんですよ。うん、タリバンには、あの、穏健派と武闘派がいてね。で、当時、カブールで、ムタワッキルという穏健派の代表、元外務大臣ですよ。で、日本はええ国や言うて褒めてくれるからね。で、なんでですか言ったら、日本だけが唯一、アフガニスタンに軍隊送ってないって言う。それは、イギリス、フランス、ドイツ、みんな送ってますからね、集団的自衛権で。当時、日本は集団的自衛権使えなかったから、日本だけ。で、その時、だから日本は平和憲法9条があるから、だからあなた平和憲法9条知ってますかって聞いたんですよ。知ってましたよ。 I know って答えました。タリバンが岸田に聞きたい。そうだからタリバンが9条素晴らしい言いましたよ。 I don't know っていう岸田は I don't know ね。ほいでね、はい、それからあれでしょ、広島長崎を知ってるんでしょ。知ってます、知ってます。もう広島長崎であんなことになったのに見事に復活したから日本は大好きやります。はい、だからある意味広島長崎の代償に得た憲法なんですよね。そう、そうですよね。だから白山さんがよく言う、はい、その、はい、戦争は全てを失わせると、うん、戦争で得たものは憲法だけだと、うん、いうふうなことが、あ、分かってない。はい、であの中村さんのねすごいところはやっぱり、ちょっといざこざあってほら鉄砲向けられるじゃない、はい、で死んでも打ち返すなっていうんだよね、はいはい、護衛の人にね、味方のね、売ったらダメだって、はい、自分は清掃しに来てんではないと、うん、はい、もう根性座ってますよね。座ってね、まあ、だから切手はもうなってんだっけ。切手になってますね、あのアフガニスタンで。だから中村さんの切手になってます。日本で紙幣にというね。そうですね、早くしないと。あの前川さんもおっしゃったけど、アフガニスタンがしたらもう日本はね後追いになるので、早くあのもう今からでもあの変更できませんかね。今診察作ってますけど、しかしそれはあの政権変えなきゃダメだね。やっぱりね、はい、いろいろ、しかし中村哲という希望をね、はい、やっぱり押し出していかないと、そうですね、戦争になることは間違いないという状況ですよね、はい、まあ本当にそうですね。あのイスラエル、ウクライナ、アフガニスタン見てて、やっぱり最後話し合うしかないですよ。そう、北朝鮮がミサイル撃ったからミサイル撃ち落とせー言ってテレビで言うてるけど、当たらへんってそんな。いやだから、だからちゃんと打たないように話し合うことが先でしょという。だって北朝鮮というのをね一番理解できるのは日本だよ、うん、だって戦争中の日本は北朝鮮なんだから、はい、はっきりね、はいはい、で結局ですね、そういうそのミサイルをミサイルで撃ち落とせっていう、そういう評論家はテレビに出るけど、当たらへんから話し合えという佐高さんは出れないでしょ、もうほとんど。そうね、ちょっとサンデーモーニングちょっと出たかったけど、いやいや最後最後最後ね、イタチの最後っぺってやつ。だから球場の精神で外交でっていう人はほとんど出てないですよ、大手メディアに。まあ改めてね、はい、5月3日だけでないんだけども、ね、はい、憲法というものがいかに得難いものであるか、はい、そして世界に向かって失ってはならないというのを中村哲さんという人が証明してるということをね。武器ではなくて米と小麦で平和を勝ち取りましたね。そう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 。だからこれは風化させて飽きませんね。中村さんのやっておられたことは、はい。なんかすごくボソボソっと喋るんだよね。そうなんですよ。ボソボソっと喋って、あとはタバコ吸うてはるんです。だからさ、あのペラペラ喋るほら橋本徹とかさ、ああいうのと対照的なのね。
ペラペラ喋りすぎて飽きませんな。え？ちょっと黙ってましょうか。いやいやいや。もうなんかペラペラ喋りすぎて。いや、西谷文和のペラペ ラ, ペラと違うもの、それは。ありがとうございます。あいつだって、橋本はね、相手に喋らせないでしょ、あれ。そうそうそう。自分で、うまく仕立てるんですよ。そう、はい。あれはね、反論が怖いからなのよ。うん、自分が自信ないから。そうそうそう、自信ないから。それはね、うん、ちょっと違うけど、西米進むと全く正反対。そうですか。やっぱりその人の話を聞いて。ディスカッションが好きなの、うん、だからね、はいはいはい。そこがね、やっぱり西米は自信があるのよ。うん。東大教授を自分から辞める人だから。やっぱりね、その相手の話を聞いて紹介してまた喋ってという、そういうそのキャッチボールの中で、そう。お互いがこう高まっていって合意ができるという、この相手をやり込めるということじゃないですもんね。正反合、はい、弁証法ね。弁証法、そうそう。なるほど。はい。はい。いやいや、今日は本当に改めて、はい。中村さんのね、そうですね。いや、やっぱり西谷文和っていう人を、こう、中村さんに合わせるように、天の廃材だね、さっきの出会いの場面。いや、本当ね、たまたまなんですよ。たまたま僕は伊藤和也さんのお墓があるかなと思って、で伊藤和也さんにまあちょっと花でもお墓に置こうかなと思ってジャララバード行ったら、もうあっちこっちにサンキュージャパンって書いてあって、で僕はやっぱり日本人や思って案内してくれた地元の人がいて、だから本当でたまたま中村さんがその8時半頃出て行きはりますから、あの殺された時もあれ8時半だったんですよ。でちょっと言うてよろしい、これだけどうぞ。中村さんが誰に殺されたのか、うん、でこれは僕の推理ですけど、パキスタン政府やと思ってるんですよ、うん、でというのはなぜかというと、僕アフガニスタンの市場行くでしょ、なパキスタンの米とかパキスタンの小麦が売られてるわけですね。つまりアフガニスタンが戦争すれば農業できないのでパキスタンは輸出できてる。だからアフガニスタンが自立すると困る人たちがいる、はいはい、それとインド、パキスタン、アフガニスタンの順番並んでるでしょ。でインドとパキスタン戦争してますよね、うん、お互い核兵器持ってますよね。ということはパキスタン何を考えるかというと、アフガニスタンが自立すると全門の虎、肛門の狼になるわけです、だからパキスタンがタリバンを作って、パキスタンがタリバンを通じてコントロールしてたわけです、はい、ところがその中村さんが用水路を作れば、あれ中村方式で全土に行ってますから、で自立して、でタリバンもやっぱりパキスタンから今自立し始めてるの でそれがこう気に食わんということで、ジャララバードってね、一番パキスタンに近い町なんですよ。カイバル峠というね、はいはい、三蔵法師も通った峠を越えればもうペシャワールなんですよ。だからジャララバードからペシャワールまでだいたい車で、まあ、この国境をスッと通れれば5、6時間で行けますから、だからスッと来てで暗殺したら戻れるので。朝日の特派員だった人が書いた本もそういう感じで書いてたね、はいはい、で朝日の特派員さんは取材されて、犯人はパキスタンタリバンだと、そこまでは求めてはるんですけど、でもパキスタンタリバンってね、動機ないじゃないですか。ああ、はい、はい。殺す動機ない。だから、殺したのは、暗殺したのはパキスタンタリバンだと僕も思います。パキスタンタリバンより上の暗殺技術のある人だと思います。はい、だって、1台目の車で中村さんの車に当てて、わざと事故させて、そうそう、で、2台目の奴らが殺してさっと逃げていって、それもパキスタン側に逃げてるんですよ。うん、なので、その証言も あるんでね。だからでも朝日の記事で書けてるのは動機です。だから命令したやつがいると、だから殺したのはそうかもしれんけど、命令したやつはおそらく政府の中にいると思います。だから犯人は絶対捕まらないと思います。だから中村さんのあれ見てて思うのは、この食料自給という話もここに出てるよね、はい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 、だからアメリカにこう尻尾振って、うん、はい、だから食料自給なんて完全に忘れてるよね。39か8でしょ今、パーセントね。そう。だから、食料を確保したり、コロナみたいなものが来た時に貿易体制を整えたり、病院とか看護師を確保しているのが、ほんまの安全保障です。そう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 。ミサイル買うことじゃないですよね。ということで、はい、今年も、憲法を改めて、はい、読んで、平和とは何かということを、軍備で平和を守れないということを、はい、確認したいと思います。西谷さん、どうもありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。